シャール様、そこをどいてくだされ。魔力を失ったとはいえ、そやつは氷の魔女、近づいては危険です。皆さん聞いてください。クレイモランを氷漬けにした彼女の行いは決して許されるものではありません。でも私が本の中に閉じ込められている間、彼女は女王の重責に押しつぶされそうな私の相談に乗り、悩みを聞いてくれたのです。彼女の明るい言葉を聞くたびに、父を亡くした悲しみは和らぎ、女王という責務に対しても再び向き合っていける気がしました。お願いします、もう彼女に悪さができるほどの魔力は残っていません。命だけは助けてあげてください。ねえ、エッケハルトさん、女王様がここまで言ってるんだから、助けてあげてもいいんじゃない？うん、シャール様はこの国の王、その王が決めたことならば、我ら臣下は喜んで従いましょう。お人よしな娘ね。リーズレットよ、お主に聞きたいことがある。なぜクレイモランを氷漬けにしたのか、その理由を教えてくれんか。それはね、あの方が助けてくれたからよ。そう、私を本の中から出してくれた、美しい顔をしたあのお方。もう知ってると思うけど、私大昔に図書館にある本に封印されたの。本の中は泣きたくなるほど退屈。でも3ヶ月前あのお方が現れ、本の中の私にこう言ったの。お前を本から出してやろう。その代わり私の言うことを聞くんだ。あなたいい男ね。助けてくれるのなら何だってしてあげるわよ。お前がクレイモランを氷漬けにすれば、私と同じペンダントをつけた英雄と呼ばれる男が現れる。その男、グレイグを倒せ。それでまんまとやってきた英雄を利用して魔力を取り返すために聖獣を倒させたの。あとはあなたたちの知っての通りよ。グレイグと同じペンダントをつけた男か。その男の名は何という？さあ、名前までは知らないわよ。私の封印を解いた後すぐにいなくなったから。まあでもとにかくいい男だったわね。皆さん、この度は本当にありがとうございました。ねえ女王様、オーブもクレイモランに伝わる大事な宝なんでしょ？もらっちゃ…いいんです。お父様が言ったように、クレイモランの民こそ我が国の宝。それならありがたくもらっておくわ。これからも女王様として頑張って。心配しなくていいのよ、おちびちゃん。これからは私が付き人としてシャル。お幸せにね。Thank you.
ミューじゃない。あんたこんなとこ。俺のことはどうでもいいだろ。それよりもブルーオーブは手に入ったのか。もちろん。全部魔女の正体を暴いた私のおかげなんだから、ちょっとは感謝しなさいよ。ロー様、何？いや、少し考え事をしていただけじゃ。魔女をそそのかした男。英雄グレイグと同じペンダントを持つ男。確かに気になりますね。そのものがウルノーガなのでしょうか。わからん。まあ、ここで悩んでいても仕方がなかろう。よいか、わしらの旅は。ダメじゃ。あ、見てはい。あ、ロー様、古代図書館で熱心に読んでいたのはこれだったんですね。ロー様、旅先でそういうものを集める癖、まだ治ってなかったのですか。不潔よ、ローちゃん。ああ、おじいちゃん、かっこよく決めたのに台無しじゃな。待ってくれ、違うんじゃ。あ、つまりその女じゃ。これはその、これ